たんだけど、ちょっとお題がちょっとよく分かってない、理解してないお題が、あのお題あんま理解してないみ、お題方はね、本当に何新しい部位のお肉ってっていうとこなんだよね。まずあちょっと朝早いからしっかりしてないよ、そんなにあの可愛くしてないからねごめんね。もう化粧水こんぐらいしかないよ、早くないなくなるの。何グラ教えてほしい、みんな本当に。何グラどうする。テストお疲れ様、ありがとう、ありがとうね。ちゃんと全教科受けてきました、受けてきました。本当に何も分かんなかったです。あのその部位は、部位の名前はっていう、そのお肉の名前、新しいお肉を発見みたいな。デコ出し気まずいよね、普通に普通に気まずいんだが、まだ前髪切ってない。うん、まだまだ切ってないから、そろそろ限界を迎えているおはよう、おはよう、おはよう。なんでみんなこんな朝早くに起きてるの、休日なのに。リータ、ヤッホー、ヤッホー、みーちゃんのタイヤに起きた、ありがとう、ありがとう。ちょっとパック中だから表情管理無理なんだろう。仕事か、でも今日土曜か、そっか仕事だよね。いい加減にして、顔に食パン貼ってって、朝ごはんじゃないんだからよ、朝ごはんじゃないんだから。なんか冬ってさ、マジでさ乾燥する。誰本当に、マジでこれ絶対配信で見せる姿じゃないけど、イケてる、大丈夫そう。
これ12月だよね。本当に早いね。1ヶ月早くてちょっとついていけない。顔にチーズ貼って出したの。貼ってない。これコットンね。言ったけど。イケてる。1年が早いのか。でもさ、ダジャレ大会してないからね。コットンの顔に残ったんとか、なんかダジャレ大会してないから、あの、ナングダをするよっていう話、ナングダするよっていう話ね。うん、もうすぐ14歳になるね。そう、14歳。14歳になる。寝起きはね、ちゃんと血を流さなくちゃいけない。ちゃんと。みーちゃんの好きな肉の部位は、あんまお肉食べないんだけどな。なんだろう。お肉、あれお肉なんか。お肉食べるとしても手羽先とかしか食べない。ひき肉でしないよ。手羽先かな。他はハラミとかかな。そういう感じ。EV でよくね。なんで本当になんで EV でよくねってなる。はよー。最近一番美味しかったもの、美味しかったのはなんだろう。美味しかったもの、サーモンが美味しかったかな。み、あの、絶対サーモン毎日食べるのさすがにやめようって思ってんだけど、なんか食べちゃってる。絶対毎日ね、一日に一回は食べるの、サーモン。絶対にやばくない？めっちゃおもろいんだけど。え、たまにね、お腹壊すからね、ちょっとやめた方がいいかなって思って。フィーズください。この姿やめてね。いいね、花見界隈。あ、いいね、それ。いいのかな、大丈夫かな。そうですよ。
界隈っていう字書けなかった。界隈書けなかった。その顔で答えもんと写真撮ったら一夜さんもやめてやめてやめて。これでなんか花見界隈とか持ってたら結構やばい人だからさ、それどう反応していいか分かんなくない？この姿で出てこられたら界隈かけない。あ、こうか、なるほど。そう、貝が跳ねないってね。君パウダー探しにハマってて話題ないんだけど、うん、パウダー探しにハマっててね、パウダーを、うん、探しに探しまくってるみたいな感じ。探してます、ずっとずっとずっとって感じです。かわいいこの靴、かわいいこれ、シンデレラの気分。眠い。ナングラどうする、みんな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 どうするの、ナングラどうするの。かわいいこのガラスの靴。最近クリーンエネルギー摂取って読むんだね、これ。摂取してる？摂取できてないです。最近はあまり話したけどできてないです。ちょっと不足中。味方さん不足です。ちょっと不足しても、ちょっと私のとこが、代わりにサーモン摂取中だよ。それはそうだね。名前近いから三日まで摂取しなさい。それはやだね。それはやだね。それはやだね。みーちゃん不足？ごめんね。テスト中でした。ミカも泣いちゃう、マジ。マジ泣いちゃう。カジパやってる、やってるよ。ミー、あのボーナスタイムにやってるよ、いつも。
マジサイポンおもろいよね。おもろいから毎日のように会話してる気がするもん。普通に感じ。うん、やっぱ大体みんなねボーナスタイムにやってるよ。10期通知来るからさ、ボーナスタイムスタートみたいな、10時くらいに来るから通知が、その時間帯にボーナスタイムやって言ってみんなやってた気するよ。た気もするよ。だから一番あのかぶりやすいのはボーナスタイムだと思われている。って感じ。タイミングかな、会えないのは。年下って強化だけ、うん、強化だけ。この前初めて当たったけどボコボコにされた、ごめんね。あ、そう、八戸さんだ。八戸さんだった。めっちゃ弱い時とめっちゃ強い時が差がねあるんだよね。怖いよね。マージャン覚えた？マージャン、マージャンね、覚えてない。本当に分かんなくて教える人がいないから。教える人がいないから、やり方分かんないんだよね、本当に。本当に分かんない。波ゆかマージャンうまいんだった。波ゆかね、結局ね笑って教えてくれないんだよ、あの人。ずっと笑っててね、人が話してる時もね。波ゆかね、波ゆかほんと人の話聞かずにね、ずっとなんか一人で笑ってるからね。マージャン教えてほしい、みんな。ちょっとすっきりしたんじゃないんでしょうか。前髪の止め方変える、この瞬間にね。知ってる？みんなこの瞬間に前髪を止める方向変えんだよね。できるよ、みんな。やっとできちゃう。ベタベタすぎる。
ちゃいます。下地これ、下地これ使ってる。なんかこれあのいろんな色があるの、なんか肌色だったり ベージュ色だったりとか、ちょっと赤み消すために緑色の下地があったりとかした気もするよ。緑あった気する。でもあの肌白くしたいとか透明感出したい人、紫おすすめなんだよ。ちょっとね、みもね、緑買っちゃおうかなとか思っちゃう。緑色の下地は赤みを消してくれるの。でも違うよ、あの手に出したらこんな紫だけどめっちゃ緑ってわけじゃないからね。そのコメント何、前からあのビョンビョンビョンって書いたやつ何それ、ウサギ。いや、艶やばくない？大丈夫そう、これ大丈夫そう。この下地に結構あの結構あれだからさ、ツヤンってなるのこれ。いや多分ハイライトめっちゃ混じってんだけど、鼻かゆやばいやばい。なんか今はまださマシやねんけど、あのすごい風邪気味で、え大丈夫そう、本当にテッカテカじゃん。風邪気味なんだけどね、今はもう大丈夫なんだけど、あ薬飲んでるから今は落ち着いてんだけど、もうねなんか鼻からマジ血出てくるんじゃないかってぐらい鼻をかんでんの。それがもう辛くてその鼻を噛むのがもうなんか辛い、本当にある。何しんどいんだろう。今年田中家にはサンタ来そう？え来ないよ。ん来ないよ。あでもサンタさんはいるよ。サンタさんはいるもんね。サンタの代わりにハンターが来るよ。なんで？なんかした？インフルの予防接種やったかな？やりましたよ。やったよーみー。夏ぐらいにもうやってるよ。それは嘘ついた。秋だわ。それも嘘だ。なんか秋になる前の夏みたいな時にやりました、みーも。ケンタも来るよ。もうサンタじゃないじゃん、もうそれ。そう、何グラをやりたいの、ミーは。今何の話、本当に。ミーさん何グラやりたいんだよ。何グラだって今候補1個しか出てないよ。ちゃんと考えようね。どうする。肉の部位、これもホラーじゃん、そんなんも。ホラーだよ、そんなん。何グラ界隈で決まったと思ってる。なんでだよ。ツッコミとこ多すぎでしょ、それも。あ、ファンデーションこれ。これ。
丈夫そこの配信マジで。どうした？どうしたマジで？あ、こんな感じ。あ、いつもこんな感じに見えてんだ、見えて。ちょっと今日の配信おもろくなりそう。ちょっとツヤがなく、あ、収まってきたね。さっきマジハイライトが塗りしましたみたいな感じになってたよね。なんか近ぼよ、なんで？もうなんでみんな？どうした？いつもメイク何分くらい？え？え、何分だろう？30分？ 40 分？ 1 時間かかるかかかんないかかな？どんだけ時間かけんだよってね、ほんと。今日さ、今日みんな聞いたし、今日さ、家にさ、お友持ち来るんだけどさ、この汚い机でさ、上がらせる気って感じだよね。いい加減にもしよう、本当に。この机の汚さ。一旦予告はしてあるの、ちゃんと。お友持ちにはね。一旦予告はしてるの、汚いよっていう報告、予告。してあるんだけど、何これ、ほんまに部屋見して嫌だよ、嫌だよ。そう、なんかこの前の配信の時より、そうこの前の片付けの配信の時よりもなんかまた汚くなってて、もう隙間なくて今どうしたって感じだよ。怖いわ。多分ね、見てね、出したもん片付けない癖があるの。その癖直したい。鼻かゆい、鼻かゆい。ナンバーだ、なんか毎日のようにナンバー行ってない。すごいね。綺麗になりました。友達がみーちゃんメイクしてほしいって言うから、じゃあお家おいでよって言ったんだけど、どうしたこれみたいな。ん？な、何これ？ん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 ？ 状況が理解できない。あ、毎日言ってないか。いい感じなんじゃないんだ。パウダー。あ、一旦段ボール詰め込む。やばくない？もうそれ。
トミーさ汚すぎてさ、めっちゃ虫出てきたからね、この前。見てない人いるかもなんだけど、あの片付けしてたら、あの部屋の隅からめっちゃ虫出てきたよっていう、汚すぎる話、もう希少すぎる話そう、あの虫とお友達だからやめてよ、その、めっちゃ汚いことやめよう。ちょっとパウダー塗りすぎたかも。肩かゆい、肩かゆいって何？そうだよね、もうちょっと掃除した方がいいよね。はっきり言わないでそうやって、なんかやめて。タコありがとう。もうコモンじゃん、タココモンじゃん。ミーに掃除はまだ早いんだよ、きっと。きっとまだ早いんだよ、ミーの年頃で掃除っていうのは。話し会ポチってみたいのでよろしくね。ありがとう、ポチってくれてありがとう。ヨドピックね、ちょっと今回のコーデ期待しててほしい、みんな。本当にちょっと期待してて、ちょっとさ、みんな11時くらいになったら言って。え、もう11時だよ。え、違うね。みやちゃん、10期で怒ったりするメンバーいますか？いません。みんな怒りません。みんな笑いで流すタイプです。怒るって言ってもな、怒ることしないよ、みんな。怒られるようなことはしないかな。みーちゃん、食べ物を勝手に食べられても怒らないからね。怒るよ、分かった。ミーって多分怒っても表に出さないからだと思う。しぬくない。多分あの心の中で思ってるだけで終わるのかな、多分。一番怖いタイプ、なんで表に出される方が嫌なんだけど。思わない。
どうします。アイシャドウこれ、あ、前マスカラこれ、10キロ超える人いません。大人が多いからね、そんな小さなことでは怒んないんだよね。ちょっと10キロは大人が多いから、年上が多いから小さなことでは怒らないんだよ。ジッキーって怒られる人、怒られる人、まず怒る人いないからな。怒られる人って何、そんなずっと怒られてるっていう印象、みんなの中ではさどう見えてんの、この人一番怒られてそうとか思うの。めっちゃおもろいんだけど、ジョッキーはバチバチ感ない。本当に本当に、あのジョッキーってちょっとふわふわしてる子多いじゃん。うるさくて怒られてる人はいそう。それはコノンね、それはコノンね、コノンとコトッチだね。この前クロネーにコトッチ言われてたもん。ちょっと静かにするっていう努力をしてほしい。めっちゃ笑っちゃった。死ぬって思って。笑うくない。笑っちゃったわみ、本当に。本当にみんな笑っちゃった。涙袋描くやつだけ取ってきていい。ごめんね。ちょっと移動する。移動チャンネル。おもろいんだよね、あの二人、コトチとクルネは。でさ、クルネもさ標準語だからおもろいんだよね。こんな感じ。まつげします。まつげは結構まつげ上がるようにしますよ。どうですか、感じ。先生マツパしてる、知ってません。もみあれ普通に切れそうになったからね、本当に。してねえ、つってんだろうや。怖い怖い。先生がしつこく言ってくるからさ、え、ほんまにしてないの、正直に言いや、いい加減にして。
田中さんさ、髪染めてる？それほんまに染めてませんけど。兄ちゃんのルームサイター、ありがとう。昨日はちょっと喜び方変えるかな、クレーンゲームの動画出したから見といて。またそれで冷めたりしないでね。喜び方気持ち悪いってなってさ、やめてね。でルームスのくじみんな引いてね。引いてきてください。一番みんなに見られたくないとこ見られてんだけど、今マスカラしてるとき、マスカラしてるとき一番不細工な気する。これもカエル化だよね。超綺麗。今全集中、全集中してる。あ、来た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 。でルームスクジ当たんない？当たる当たる。ミーがやったら当たるよ。ごめん、これは嘘だ。めっちゃ可愛い。え？いいじゃん、いいじゃん。わかる？当たったからサインよろしくです。え、本当に？オッケー。みーちゃんの歩き方すっげーはやめて、やめて、やめてもらえる？歩き方ですんの。みんなの着方バカにされるから、本当に毎回。友達にはさすがに田中さん呼びされてないからね。友達にはミリアだから。ミリアかミーちゃんだからね。あんた基本ない。
麗よ綺麗よ。いいじゃん。おお、綺麗。Oh my god. Oh my god, my god. みんな、今何時？今何時？10時半。しゃ、来た。うん、来た。終わりました。まつげ。で、次はこの第二のビューダーでもう一回あげるんです。み、ビューダー二段階。今喋ってなかった。2段階使ってて、これがよく上がるビューダーなんです。ここの締まりがあるから、これってないんだよね、ほぼ。ここが隙間あればあるほど上がるんだけど、こっちないので、こっちあんま上がんないので、あのマスカラした後に思いっきり上げちゃうとマジ汚くなるから、あんま上がれない。鼻かんでいい？マジで。なんかあのマジであの上がりが弱いやつでもう一回上げてく。いいじゃん。いいじゃん。わかる？いいじゃん。パーフェクト。じゃあこれ可愛くない？これこのねラメ使う。ドライヤーで温める人とかやるよね。ミーはあのコテだから、あまりこういうコテでビューダーあるじゃん、これをこうするこうって感じ。涙袋はこれ、このハイライト。ギランギランなの。これを涙袋に塗るんだけども、かわいい。
my god. Oh my god. アイラインはラブライナー。何このアイライン、キモ。今日取り直してもう一回。それ何ぐらい考えよう。何ぐらい。できました。目は。待って、やばいやばい、マジで何グラワ？何グラワ本当に。ノリで行っちゃうよ。おお、かわいい。反応キモ。ミリアバーガーというお店あるとか、何それ。かわいい。このダメ、かわいい。ハイライト。チークは結構使うんだけど、チークこれ2つ使う。まず1つ目で、1つ目これ待って、こんなんしてる場合じゃないんだけど、普通にね、どうする。なんぐらみもノリでいっちゃうよ。次この薄いやつ塗る。いけました。リップ塗ります。リップはこれ、まずこういう薄いやつを全体的に塗る。できたらこれを内側に塗る。
まあ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 、これが買えるからな。じゃーん。じゃーん。シェアビング。これ。ここが斜めになってるやつ。顔削ります。もうこれでいいです。ちょっとだけしとく？このノーズシャドウ。ちょっとだけね、本当に。ノーズシャドウなんか似合わないから。うん、いいじゃん。いいじゃん、これでも。いいじゃん。こんな感じ、完成。できた。できたよ。二重幅書いとくか。失敗した、失敗したよ。いける、いけるか。ちょっとみんな、ナングラどうする、本当に本当にどうするって感じだよ。のこの頬肉なんで、どういうこと、マジなんかミーの手羽先しか出てこないんだけど。でもさ、ホラーすぎない、そんなん。なんでこんな首が凝ってるんだろう。辛いわ本当に。頭が重くて。お腹鳴ってんだけど。首残りを上にしてもしてしまう。え、いいね、首残り。かわいいこれ。
ばくない、ちょうどいいピンク感じゃない、やばくない、これめっちゃピンクじゃんって思うじゃん、これこれトントントンって塗ったら結構勝ちだわ、勝ちですこれ。え、いいじゃん、ちょっとツヤなくなったんだ、じゃん、できました、メイク完成。完成しました。なんかアイラインおかしいね、やっぱり気持ち悪いんだけど、なんかいいかも、今何時みんな、50分か、あ、てかみんな聞いてほしい、友達にさ、みーちゃん見た目怖いよって言われたんだけどさ、ん？ん？って感じじゃない本当に。で、え、何が怖いのって聞いたの。みーよく言われるから、あの怖いって。だから何が怖いのって聞いたの。じゃあね。目つき。え？目つきと前髪ない時が怖いって言われたの。えみたいな、みーなんかした、うん、もう直すよ、なんか直すどころじゃないじゃんもうそれ。だからさ、例えば仲良くなった子とかに よく言われるの、ミア、ミリアの第一印象怖かった、いい加減にもしてよって。目が怖いって言われた、 なんでみたいな、こんな目してるのに怖いのかな、こう見られたら、あ、確かに怖いわ、 え怖いわ、あ、こっちから見たらあんまりだけど、え、怖いわ、え、怖い、え、なになに、怒ってんの、見て、え、怒ってるね、これ、ん、ちょっと効果上げてる、必死じゃん、もこうしてるじゃん、こう前向いてるじゃん、こう見るじゃん、何、そう、あのみー無表、え、だってさ普通に、え、無表情じゃないの、普通に授業とか聞いてて、先生の話聞いてて、こうやって授業聞かなくない、うん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 みたいな、うん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 って感じじゃない、違う、ね、授業中にニコニコしたらして怖いよね、どうするじゃん、
よく眠たいって言われる。え、可愛くない？眠たいって言われてん。ちょっとこんくらいにしとく。こんくらいでうん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 って聞いておこうかな。あとみんなには見た目と声が一致してないって言われる。なんかその声すら怖いって言われる。なんで本当に なんで気使うとかない。みんなそれはっきり言ってるけどさって思うんだよね。結構はっきり言うじゃんみたいな。なんか気使うとかして本当にお願い。やっぱ自分の声慣れたけどやっぱ低いとは思う。自分的にも見て声低いなって思う。たまにこっちは顔と行動が一致してない。それはそうだね。それは裏声使うしか。そうだよね、裏声一生さ歌のテストしてる気分じゃん。そんな一生テストしてる気分。正直ミーヤ13歳には見えない感じあるからじゃない。それはみんなに言われる。本当に高2とかに見えるって言われる。どこをどう見てって思うんだけどね。高2とかに見えるって言われるんだけど。ハニーハニー、13歳です。もうちょっとで14歳になれます。イエイ。13歳です。高2の頃には大学生に見るって言われて、そうやばくないもん。なんかさ、それさ大人になってからそんな言われたら嫌なんだけど。老けてるって見えてるの、老けて見えるのっていい加減にしてってなる。誕生日おめでとう。まだですね、22月9日ですね。何買ってもらおうかな、何タンプでもらおうかな。ママちゃんもね、ママちゃんもパパちゃんも。マンション、あ、マンション買ってもらう。ハードル高くない？いきなり見てやばくない？前髪伸びてきたの、前髪がね伸びてきたの。もうねこれはねさすがにやばいと思ってる。これだってやばくない？もう目の下だよ。エゴいんだが。笑っちゃダメなんだよねこれ。 JK になったらギャルになるのかな。うん、ならないよ、ならないよ。ギャルには毛のピアスとかしないの。しないね。じゃあそろそろみーちゃんも髪の毛して、髪の毛してお友達を家に呼んでしてあげたいと思います。
お友達は多分11時くらいに部活が終わると言っていたので、そんな感じで待っときたいと思います。 JK にはなります。勉強頑張ります。机は片付けません。ちゃんと報告はしてるからみ。あなた頑張った。今日は本当にナングラさ、いい加減にしてみんな。いい加減にもして本当にこのナングラ。大丈夫？あ、みらしく答えまーす。え、もうさ、手羽先でいい？あーわーわーわー、手羽先でいい、やばい。今回むずいよね、でも本当に。今回結構むずいよ、お題が。ランキング読みまーす。足かゆいな。書きます。変な報告いらないように書きます。じゃあ今からランキング読みます。13位から読んでいきます。13位、ファイヤーサーフさん。12位、これなんて読む？12位、ほんまほんま、12位、羽。え、でもさ、これさ、羽、あ、すいません、羽鳥さん、ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、漢字の勉強していきます。12位、羽鳥さん、ありがとうございます。11位、マーポン、ありがとう。10位、八戸さん、ありがとう。9位、お腹だった。9位、これは本当に読めないな。うん、うん、はまあまあまあ、はまあ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 、わかんない。ユーフィー UFO かな。ユーフィー UFO さん、間違ってたらごめんなさい。ありがとうございます。8位、おでん。あ、おでんいいね。みーもおでん食べたい、ありがとう。7位、あきちゃさん。あきちゃさん、ありがとう。6位、しんちゃん、ありがとう。5位、横浜のウルフさん、ありがとう。あ、マジで鼻かみたい。4位、片栗粉、ありがとう。3位、わたあめ、ありがとう。2位、ちさちゃん、ありがとう。1位、しんじーくん、怒りしんじーくん、しんじーくん、原宿と言ったら。ありがとうございました。
今から私は1階に降りてご飯食べて髪の毛してってやりたいと思います。ナングダいい加減にしてください本当に。皆さんありがとうございました。でも見に来てくれて田中海やめなさい、うん、せめてミリアありがとうございました。ありがとうございました。また配信するので見に来てください。可愛かった、ありがとう。ミリアの美味しい肉、うん、ありがとうございました。タナカルビはどう？メモっときます。はい、一応メモっときます。はい、あ、いけました。 ありがとうございました、うん、ありがとうございました。また来てね。バイバイ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 。またね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ほなまた。バイバーイ。